歌手活動。ストーブリーグも終わり、おのおの自主トレに励むプロ野球選手たち。しかし昔のプロ野球選手はシーズンオフに野球で得た名声と持ち前の歌声を引っ提げ、楽曲をリリースするのも珍しいことではなく、これまで数多くのプロ野球選手たちが歌手としてデビューを果たしてきました。中には現在巨人のヘッドコーチを務めるあの人物や、球史に名を刻むあの名将たちも歌手活動を行っていた意外すぎる過去があったんです。そこで一つの疑問が生じました。彼らはどんな歌手活動を行っていたのか。というわけで今回の動画はプロ野球選手の歌手活動について紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。原辰徳。原監督といえば3度にわたって巨人の監督を務め、監督通算1152勝をマークしている球史に名を残す名将ですが、実は現役時代の1982年にレコードをリリースしているんです。デビューシングル「どこまでも愛」は名曲「翼をください」を手掛けた山上道夫氏が作詞を担当。作曲は日本音楽界の重鎮平尾正明氏と豪華な顔ぶれによって作られました。原監督は一人の女性を一途に愛する男心が込められたこの曲を持ち前の甘い歌声で見事に歌い上げ、売り上げ1万1000枚を記録。野球選手としては異例のオリコン85位にランクインしました。ちなみに B 面のサムは原監督が飼っていた愛犬の名前です。当時このレコードは700円で売られていたらしいのですが、現在は入手困難のためプレミアがついています。メルカリで確認すると1300円で売られていました。原監督はこの歌手活動をしていた過去に触れられることが極度に嫌みたいで、2003年7月、原監督の誕生日の試合前、関係者が気を利かせて東京ドーム内にどこまでも愛を流したところ、本人がやめろーと悲鳴を上げ、途中でフェードアウトしたとのことです。どこまでも愛が発売された同年にアルバムサムシングもリリース。どこまでも愛を含む全10曲が収録され、またその全てが爽やかなラブソングとなっており、作曲は長渕剛、沢田研二、堀内孝雄、平尾正明、加山雄三、吉田拓郎といった超豪華なラインナップです。また LP 版には購入特典として原監督のオリジナルポスターと CM 写真集が付属。若かりし頃の原監督がタイアップ商品を片手に爽やかな笑みを浮かべていて、ファンにはたまらない代物となっています。現役に対して1995年にはサムシングオリジナルアルバムメモリアル復刻版がリリースされ、新たにヒーローインタビュー3本が追加されました。落合博満。落合氏といえば現役時代に3度の三冠王に輝き、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導くなど球団史に燦然と輝く黄金時代を築いた名将ですが、実は歌手活動も行っていて、現役時代から引退まで毎年楽曲をリリース。その数なんと11曲です。ちなみに今回この動画を作るにあたって、私は落合氏の楽曲に対する理解を深めるため、落合氏のリリースした作品を全て聴きました。恥ずかしながら人生で初めて落合氏の歌を聴いたのですが、普通にうまかったです。落合氏が歌手デビューを果たしたのはロッテ時代の1986年、四ツ谷の飲食店で落合氏がヒレ酒の飲み方を教えた隣の客がたまたま音楽業界の人で、あれよあれよと話が進み、その場でレコードを出すことが決まったみたいです。それから3週間後にリリースされた両 A 面のデビュー曲サムライ街道、そんな2人のラブソングは5万5000枚を売り上げるスマッシュヒットを記録しました。サムライ街道は底時計底時計男が通るの歌詞が印象的な曲で、島倉千代子さんの人生いろいろなどを手掛けた作詞家中山大三郎氏が孤高の落合氏をイメージして書いたとのことです。そんな何事にも動じないイメージのある落合氏ですが、中日移籍後にファンがカーセルを大音量にして侍街道を流し名古屋球場にやってきたところ、落合氏はあまりの恥ずかしさにやめろやめてくれと叫び、慌てふためいた逸話が残っています。もう一つの A 面、そんな二人のラブソングはなんと落合氏の奥様信子夫人とデュエット。落合氏が男一匹嵐に向かうと歌えば、信子夫人が演歌歌手さながらの拳を聞かせた美声で女と続ける粋な一曲に仕上がっています。この曲にも逸話が残っており、落合夫妻が大阪のテレビ局でそんな二人のラブソングを披露。その放送を見ていた信子夫人の母が肩で息をしている、妊娠したんじゃないかと信子夫人に電話。急いで病院で検査するとなんと母の言う通り妊娠しており、後に生まれた男の子こそが落合福士さんだったんです。
落合氏はその後も引退するまで毎年楽曲を出し続け、演歌歌手とも積極的にデュエット。ちなみにサムネの女性は演歌歌手の和歌山和沙さんです。1998年には自身初のベストアルバム落合博満ベストセレクションをリリース。デビュー曲サムライカイト、そんな二人のラブソングや音楽ストリーミングサービス Spotify で一番聴かれている演歌歌手中村美津子さんとのデュエット曲恋の広小路などが収録されています。この中で個人的に気に入ったのが息子へという曲。落合氏が息子に向けて愛情のこもった熱いメッセージを送る歌詞で、当時5歳の福士さんのセリフが入っていることも注目です。監督を退任した2011年には落合博満ゴールデンベストを発売。前回のベストセレクションと比べ半分ほど収録曲が入れ替わっており、歌手落合博満ファンにはたまらない作品となっています。長嶋茂雄。長嶋終身名誉監督といえば言わずと知れたミスタープロ野球ですが、2度目の監督に就任した1993年にあのザードワンツとフィーチャリングし大ヒット曲を生み出していたんです。90年代前半の音楽シーンはビーイングというレコード会社に所属しているアーティストたちが席巻していました。ビーイングの代表的なアーティストにチュー、小田哲郎、 BB クイーンズ、 T ボラン、ビーツ、ザード、ワンツ、大黒摩季、フィールドオブビュー、倉木麻衣などが挙げられます。特にビーイング系の勢いがすごかった最盛期が1993年で、3月29日から7月26日までの18週もの間ビーイング系のアーティストが連続して1位を独占していました。そんな中ビーイングは所属アーティストの中から当時絶頂期を迎えていたザード、ワンツ、デビューしたばかりのジーグ、レブを集結させ、日本テレビ系月空間プロ野球93のテーマソング果てしない夢を作成。この年巨人の監督に再就任した長嶋茂雄新監督をゲストボーカルに迎え入れたんです。現在で言うと YOASOBI、 ヒゲダンらが集まり巨人原監督が参加するみたいな感じでしょうか。当時を知るプロデューサーによると、長嶋監督のレコーディング前にザードのボーカル坂井泉さん、ワンズのボーカル上杉翔さんなどを交えた食事会を開いた後、スタジオで2人に歌唱指導をさせたと言います。長嶋監督はラストサビの重要なパートを任され、持ち前の美声を惜しげもなく披露しました。実際の音声がこちらです。熱く熱く信じてきたい、ずっとずっと胸に抱きしめ。ちなみにお笑いタレントシャチホコシの YouTube でクオリティの高いモノマネ動画が上がっています。興味ある方は飛んでみてください。当時日本音楽シーンを牽引していたビーイングとプロ野球界のレジェンドによる夢のタッグ、ジーグ、レブ、ザード&ワンツフィーチャリング長嶋茂雄は6月9日に果てしない夢をリリースしました。すると果てしない夢をはリリースするや否やオリコン週間2位を記録。その後も売れ続け、最終的には 72.6 万枚を売り上げる大ヒット、年間シングルチャート36位にランクインし、93年を代表する曲となりました。そして時は流れ2007年、ザード坂井泉さんの訃報の際に長嶋終身名誉監督がコメントを発表。坂井泉さん、突然の訃報に大変驚きました。あの坂井さんがと知って今でも信じられない思いです。多くのファンの皆さんに愛された坂井泉さんとは懐かしい思い出がありますね。93年、私が巨人の監督に復帰したシーズンでした。野球中継番組のイメージソング果てしない夢をが作られ、坂井さんが作詞、私も歌というより声で参加したことです。坂井泉さん、本当に残念です。今はただ多くのファンの皆様と共に心からご冥福をお祈りします。読売巨人軍終身名誉監督長嶋茂雄。元木大輔。現在巨人のヘッドコーチを務める元木ヘッドもタレント時代にあるユニットの一員として、あの国民的アニメワンピースの主題歌を担当していた過去があったんです。2000年代中盤のテレビ業界はある大物司会者がトップに君臨していました。その名は島田紳助。紳助氏は数多くの人気番組を担当し、その中にクイズヘキサゴン2がありました。クイズヘキサゴン2は予選テストの結果に応じて出演者を3チームに分け、様々なクイズバトルを繰り広げるクイズバラエティ番組。出演者の珍回答を紳助氏がいじる番組スタイルが人気を博し、高視聴率をマークしました。また珍回答を行うタレントたちはおバカタレントと呼ばれ、上地雄介、鶴野武、里田舞、
スザンヌ、木下ゆきなといったタレントがこの番組をきっかけにブレイク。元木ヘッドもこのおバカタレントに含まれ珍回答を連発し、お茶の間に笑顔を届けました。この話を聞いて珍回答なんか誰でもできるやんと思いますよね。しかし新助氏はめっちゃめちゃオーディションすんね。なんでかって言うたら、ほんまのアホはあかんねん。アホで間違えた答えに誰よりも面白い理由付けできるやつじゃないとあかんねん。そんなやつがほんまおらんねん。やから絶えずオーディションして素晴らしいアホと語っています。これはつまり、元木ヘッドは素晴らしいアホと新助氏に認められた特別な存在ということになります。またヘキサゴン常連で出演していたタレントたちはヘキサゴンファミリーと呼ばれ、新助氏はヘキサゴンファミリー内からユニットを作り楽曲をリリース。新助氏自身はカシアス島田名義で全楽曲を作詞しました。特に上地雄介、鶴野武、野久保直樹からなる羞恥心のデビューシングルは大流行し、2008年の年間チャート5位にランクインしました。2009年にはヘキサゴンファミリーからさらに多くのユニットを作り楽曲リリースを加速させます。この時アニメワンピースの主人公ルフィ役の声優田中真由美氏がヘキサゴンのナレーションを務めていたこともあり、ワンピースとヘキサゴンのスタッフ陣がつながってワンピースの新主題歌をヘキサゴンファミリーのユニットに任せることになったんです。メインボーカルには前々からワンピース好きを公言していた元モーニング娘。の矢口真理が選ばれ、その脇を固めるメンバーの一員として元木ヘッドが選出されたんです。このユニットは矢口真理とストローハットと命名され、同グループの楽曲風を探してがワンピースの第12期オープニングテーマとして2009年11月15日放送回から起用されました。元木ヘッドは PV 内で華麗なステップを披露、またミスのない正確な振り付け、アイドルさながらの笑顔を見せていました。ところがこの曲はワンピースの主題歌として流れた直後、東映アニメーションのホームページやフジテレビの掲示板に多くの批判的な書き込みが寄せられ大炎上したんです。ヘキサゴンファミリーおよび新助氏にはアンチも一定数多く、ワンピースにまで関わってほしくないといったアレルギー反応、また当時のワンピースはルフィの兄エースが死刑囚として大監獄インペルダウンに幽閉され、そこにルフィが潜入しエースを助け出そうとするシリアスな場面に入っており、それにもかかわらずとにかく底抜けに明るい曲調で映像と全く合っていませんでした。特に大サビの前ではエースが処刑されようとしているシリアスなシーンで楽しそうな掛け声が入っており、これを見て視聴者はバカにしてるのか、処刑シーンでイエイはあかんといった声が上がりました。ではなぜこんなことが起こってしまったのでしょうか。それは作詞をした新助氏が原作を全く読まずに歌詞を書いていたからなんです。自身が司会を務めるテレビ番組でワンピース主題歌の作詞を担当した時の話題になり、資料をもらったんですけど、まあええやろと思ってミント作詞したんです。それでこれどうやと次女に見せたんです。そしたら全然ちゃうでと言われたと激白、再び炎上しました。この出来事を受けてワンピースの音楽を担当している田中康平氏は2013年3月のジャスラックのインタビューでアニメソングのタイアップについてこう語っています。タイアップの商売的な利点は分からなくはありませんが、売ってる相手はアニメを純粋に愛しているアニメファンなんですよね。だからタイアップでも、例えばミスチルの桜井さんがワンピースが好きでワンピースのために主題歌を書いてワンピースの主題歌ですって歌ってくれるのは全然 OK なんだけど、そうじゃない人がポンと来て愛情もなく去っていって、その後アニメの主題歌だったことを隠して歌い続けるなんてこともある。そういうのが嫌なんです。全てのアニソンは愛なので、タイアップか否かというより、そこに愛があるかないか、それだけです。ただ現在では当時炎上したのはタイミングが悪かっただけで、曲自体はいい曲だとする評価もあります。元木ヘッドは2020年5月に巨人公式インスタライブに出演した際、吉川尚輝選手がおうち時間で今まで見たことがなかったワンピースにハマっていたことを明かすと、元木ヘッドは俺も見たことない、ヘキサゴンの時ワンピースの曲歌ってたのにライブまでやったのにと笑いを誘っていました。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。